緊張したいとかプレッシャーかかった時ってだいたいみんな息が速くなるんですなのでそれをわざと落としてあげるって感じですで深呼吸とかで落とすことによってまあ頭も落ち着かせるっていうだから意外と考えたことない人って多いんですよウィンブルドンとか出る選手ってあのメンタルトレーニングやってますけど意外といや自分がいい, <laughs> いいとこついてると思いますよ深刻だからかなと怒る ちょっとそういうのを考えると、一つ目の質問が、野田選手。うん、このスコアが均衡してる中で、まあ、その劣勢になった時に、どういうふうに冷静を保ったらいいのかっていう質問があったりとか、他に、あの、書いてある質問が、まあ、その重要な場面で流れを持っていかれるようなミスしてしまうと、まあ、浮き足立ってしまうんで、まあ、そういうちょっとプレッシャーかあった時に、どうしたらいいのか、まあ、 徳本選手もちょっと似てるというかその、まあ、同じようにミスが続いた時にどういうふうに切り替えていけばいいのかとかっていうその、まあ、ポジティブにどうやったらやっていいのかっていうところとか、まあ、そのこれは結構面白いです田村選手の質問っていうのはこれの逆も結構聞くんでその自分の格上とやる時にその多分まあ雑な言い方をするとちょっともしかすると気が引けちゃうっていうケースがでもその逆もあるんですよ。 あの上の方がプレッシャーがなくて伸び伸びできるっていう人もいるんででもでこういうパターンもあると。であとは伊藤選手のトップアスリートが行ってる簡単にできるメンタルトレーニングだったりとか試合前の気持ちの作り方を参考にしたいっていうことで、まあ、一応その世界選手権に出てる選手の,あの,そのメンタルトレーニングだったりとか一応今ジュニアのウィンブルドン行くこのメンタルとか見てるんで、まあ、どういう感じの,そのメンタルトレーニングをやってるのかとかどういうふうに。 どんなルーティーンがあるのかっていうのを簡単にお伝えしたいなと思うのと、あとの杉山愛選手のメンタルトレーニングだったりとか、あと、その高田選手のモチベーションのアップダウンをなくすための考え方やマインドセットがちょっと興味があるとか、その、ヤキ選手の,その集中力を持続されるメンタルトレーニングがあればっていうことで、まあこれに順番にさっと答えていって、で、 あの、それをずっと1時間自分を答えてる、多分すごいあの退屈だと思うんで、それを大体、まあ、15分か20分、20分ぐらいで答えて、その後に、それにもっと深く質問とか、ここから出てきた質問に、あの、新しく答えるっていう感じで行きましょうか。じゃあ、最初ですけれども、そのスコアが、まあ、その、多分均衡しているときに、 その、まあ、ちょっとこう、まあ、負けてきたとか、多分その、劣等になった時に頭を冷静にするために、どうすればいいですかまあ、ちょっと深く言うと、タイブレイクとかでちょっと負けてる時に、まあ、その、ああ、その、相手に気づかれないように、うん。ああ、気づかれないうちに流れでプレーをしてしまい、相手に選手、取れ、あ、っていうことは、えっと、こう、これはもしかすると、みんな、誰もがあると思うんですけど、例えば、なんか、 こういう場面で、その、こういうことするとかあります。例えば、ポイントを落としたら、タオルで顔を引くとか、やっぱりなんかそういうルーティーンっていうのが、結構テニスの選手ってあるんですけど、例えば、野田選手なんか今、その、冷静にするために、もうすでにこんなことしてるとかってあります。 あ、じゃあもう何していいかわかんなくて結構、まあなんかたまにもしかしたら頭が真っ白になっちゃったりするっていうのう含めてですかね。うーん、例えば、それってすごい僕いい自己分析だと思うんですけど、そのよくあるケースっていうのが、一体自分が何が起こっているのかわからないっていうケースはあるんです。で、その時に自分が聞くのは、何を考えているとか、どういう状況になることが多いですかっていうのを絶対聞くんです。 で、すでにもうそういう状況っていうのを認識してるってすごいいいことですよ。なので、やっぱり一番いいのは、あの自分が戦略を考えることによって、その、例えばちょっとプレッシャーに負けそうになった時とかに勝てるかなとか、このポイント落としたらどうしようとかっていう考えると、ちょっとなんか気が引けてくるじゃないですか。 なので、どうやったら自分がポイントを取れるかなとか、どこが相手が苦手なのかなでもいいし、どういうプレイが自分が得意なのかなでもいいんですけど、そういうプレイを考えることによって、このポイントを落としたらどうしようかなっていうのをちょっと考えにくくなる感覚ってわかりますかね人って 二つのことって同時に考えるのが難しいっていう生き物なんで何か自分がいいことを考えることによって考えたくないことっていうのを忘れさせるっていうことができるんです。だ例えば、いやあ、あんまこれ考えるなよって多分僕も含めてみんな言われたことあると思うんですけど多分、いや考えなくても考えないことができるんだったらもうすでにやってるよって思うことなかったですか一回くらい。 それはやっぱり忘れるのが難しいんで、何を考えることによって忘れたいとか、あんまり考えても自分のプレイにいい影響を与えてくれないっていうのを忘れさせてくれる、忘れさせるっていうのがあるんで、戦略とかを考えてみてください。それは、あの、絶対プラスに進むと思います。とか、例えば、その、そういう場面になった時に、ちょっといつもよりも時間を空けてみてください。よくある、 テニス選手とか使ってんのが呼吸法とかっていうのは多いですよ。呼吸をわざとゆっくり深呼吸をゆっくりすることによってその人って頭で例えばいろいろ考えることによって例えば息が上がったりとかっていう頭、体っていうふうに大体いくんです。その原理を使ってあげてまず体でゆっくり深呼吸することによって し、その、息っていうのはちょっと抑えられてくるんで、それによって、頭も自動的に落ち着いてくるっていう感じです。なので、緊張したいとかプレッシャーかかった時って、大体みんな息が、早くなるんです。なので、それをわざと落としてあげるっていう感じです。で、深呼吸とかで落とすことによって、まあ、頭も、その、落ち着かせるっていう。だから、ジョコビッチ選手それ得意ですよ。深呼吸。よく使ってますもん、やっぱり。 なので、それは、あの、やってみてください。なんか別に深呼吸ってそんな難しいことではなくて、本当に単純にゆっくり、いつもよりも遅いなっていう風に、遅く吸って、遅く吐くぐらいで、ちょっと落ち着けると思いますよ。で、次っていうのは、うんと、んああ、同じ試合中にミスがついてしまった。だからこれも同じことが言えると思いますだから例えば、 もしかして、その、合陶をいじったりとかって皆さんしますなんか、試合中に、ふと。あれってどういう時にいじれるとかって自分の中のルールとかってありますあ、それはすごいいい自己分析だと思います。だからその、徳本選手ってどこにいますか例えば、徳本選手なんか、その、例えばこれ、こういうことが自己分析できてるってことは、以前にそういうことがあったと思うんで、そのミスが続いてしまった時に、 なんか取り組んだことってありますうん。なので、深呼吸もそうだし、そのガットを触、別にこれガット触らなきゃいけないわけじゃないんですけど、何か自分で落ち着くための動作っていうのを決めておくことで、それができるようになるんで、だもしかするとタオルを、例えばその、なんていうか、まあタオルを取って顔を拭くかもしれないし、なんかわかんないんですけど、桃を叩くかもしれないし、 なんか桃針で刺すみたいな、嘘ですけど、なんか釣った時そういうことやってる人いますけど、なんかそういうなんか自分の中で、その気持ちを切り替える動作っていうのを選んでもらいたいんですよね。で、これは、あの、練習でできることっていうのが、試合でもできるっていうふうに考えるのが一番いいことなんで、練習試合とかもあると思うんですよ。なので、練習試合とかで、まず、 あのこういうことが出たらやってみようみたいな。っていうのをあると練習ででななった時に使えるじゃないですか、うん、ただもちろんその後にポイント取れるか取れないのかっていうのは分からないけれども自分の中でやっぱりそのミスを続いてる時の切り替えっていうのがやっぱ欲しいじゃないっ多分なんとなく続いてしまってそれが多分続いてるようなケースが続くことがあるんで多分こういう質問って出てくると思うんで。 そういうういいいいののを考えててみるっていうのはいいと思いますよでまあよく聞くのが五郎丸選手ってなんかこういうのあったじゃないですか別にこれやったら力強くなるとかないんですよしたらみんなやってるじゃないですかでもこれはあの人にとっては良かったんでだからそのなんていうか徳本選手にとっていいなんか行動っていうのを自分なりに見つけてそれをやってもらいたいですうんっていうのはあの言えますね でうん、とまた後で質問あったら全然聞いてください。で次はと自分よりも実力がはるか上の選手と戦う時にあたって気持ちをその、まあ、どういうふうにコントロールしていけばいいかということですけどまあこれざっくり聞くとどんな感じになるかちょっと田村選手これ聞いてもいいですか いやでもやっぱこの自己紹介でもやっぱあるんですけど、その、まず最初にすいませんっていう、こう、礼儀正しいっていうことも書いてあるんで、だからあの、いい意味であの、すごい優しいんでしょうね。<laughs> うん。と、えこう、個人的に一つ興味があるのが、じゃあ仮に自分よりも、一応自分の中で格下の選手と当たった時ってどういう感覚になれるんですかそう、よく聞くのが、 これって自分がこのパターンも聞くのあるんですけど多分自分が選手とかメンタルトレーニングやってて聞くのは多分7-3で自分よりも下と思う人とやるときに力が入るっていうケースをよく聞くんです格上だと結構その思いっきりプレッシャー負けてもいいっていうのも含めてプレッシャーがなんか減るっていうのを聞くんでそっちのケースなだと思うんでそのどういう感覚になるんですかねその 気持ち今、まあ、同じぐらいとかと当たった場合でもいいんですけどこれ例えば格上とやるときになんかで嫌だっていうのでこういうのがあると思うんですけど格上とやるところでなんか一つか二つ嫌だなっていうのをあげるとしたらどういうのが出てきますいやいやでも YouTube で研究してるってすごいじゃないですか うん、でも個人的にこのなんていうかこういう感覚になるっていうのは多分自分がどういうプレイをするとか自分っていうのは誰と当たるになってもこういうプレイが自分のベストだっていうそこよりもその他者比較で考えることっていうのは多いと思うんですなのでその一つまあもしかしたらそれが軽減できる方法としてその まあ、やっぱり例えば負けたらどうしようとかって多分そういうような試合後のことも多分考えたりすると思うんで、それっていうのはやっぱり結構その自分の気持ちっていうのがちょっとこうなんか狭くなるというか、やっぱりあの圧がかかってきたりするんで、その自分がどういうふうにその一番得意なポイントを取ってるの取り方とか、どういう試合のパターンをやった時には、その相手関係なく試合っていうのは いい感じで進んでいくとかっていうのこれ何かあったりしますかあれでも関東学生とかベスト4入ってますよそれはあの弱い人入れないですよ。<laughs> なのであの本当謙虚なんでしょうね。うん、あの なこの、やっぱり、その、人と比べてるっていうのがあって、人のプレイがこうだから、こういう風にやったらいいんじゃないかっていう、まず最初にいい意味で自己分析の前に、あの、他者分析がすごい多いのかなっていう、その YouTube とか見るんで、もちろんそこも大事なんだけど、まずは自分がどういうプレイやった時に、その別に勝つ負けるではなくて、自分が一番いいプレイが出せるっていう形を、今聞いてる感じだと、いや、実は自分って、 引いて、なんか強いてこれがいいっていうのもないし、って言っても結構勝ってるんで、そういう自分の得意なパターンっていうのを、あの、もうちょっと考えてみるっていうのはいいと思いますよ。意外と考えたことない人って多いんですよ。あの、ウィンブルドンとか出る選手でも、あの、メンタルトレーニングやってますけど、意外と、いや、自分がいい時ってどういうプレイしてるのかよくわかんないですけど、いるんで、ちょっと考えてみてください。で、またあったら、あの、後でちょっとこれ、質問を膨らましていきますね。 で、次、伊藤選手のトップアスリートがあの簡単にできるメンタルトレーニングや試合前の気持ちの作り方など、まあ、参考になりそうなものがあればっていうことで、例えばこれはまあ皆さんに関係するかなと思うんで、こう、なんか、 じゃあ、伊藤さん、例えば、あの、その試合が、例えば、じゃあ、うんと、明日の9時にありますとか、まあ、明日の、じゃあ、10時にありますたなった時に、その、試合の24時間前とか、まあ、もちろんその週でもいいんですけど、こういう風に用意していくみたいな、自分の中のルーティンってありますあ、それ、ルーティンですよ。それ、じゃ例えば一つ興味があるのが、見るっていうことで、どんな効果を得てたとかあります それはすごいいいことだと思います。あ例えば相手が誰かもわからないとかどんな攻め方があるのかわからないってなるとやっぱり人って焦ったりするんでもちろん情報が多くて多いからこそわかんなくなっちゃうっていう人もいるんですけど基本的にはこういう感じでやってくるんだなっていうようなまあなんとなく雰囲気がわかる方が人って落ち着くんで。 だから分かりやすい例で言うとテストとかって何が出てくるか分からないっていうのは勉強のしようもないし焦るんですけどスタディガイドとか勉強のガイドがあったりすると勉強方法とかって分かるんで大体みんな落ち着いて不安も落ちてくるんでだからやっぱりそのあの試合を分析するっていうのはいいと思いますよでも他を聞いてる感じだと例えば前日こういう練習するとか あの、例えば、絶対試合でこれを飲むとか、試合の何時間前に起きるとかっていう、結構、その、トップ選手とかっていうのは、杉山愛選手とかもそうですけど、ルーティンですごい多いんですよ。で、例えば、仮に、自分がいい時のパフォーマンスと、自分が良くない時のパフォーマンスっていうのを、じゃあ伊藤選手が知ってたとしましょうか。これ考えると結構分かってくるんです。自分がいい時ってどんなことしてて、 悪い時どんなことしてるのかなってこれ他の選手でも言えるんですけどでもこれ意外とあんま考えたことない人多いと思いますよこのメンバーでもやったことメンタルトレーニングない場合っていうのはないと思いますだけどやっぱテニスのトップ選手とかメンタルトレーニングの人ついてるんでどういう時が自分がいい状態かっていうのを知ってるんで知ってることによってそういういいだろうなっていうことっていうのを日頃からできるじゃないですか だそれによって試合でいいパフォーマンスが出る可能性が上がりやすいっていう感じです。だから逆に言うと悪い状況っていうのはこうだっていうのを知ってるとできるだけそれを避けながらあのルーティーンっていうのを作っていけるじゃないですか。 例えば睡眠がこれぐらいだと良くないとかっていうのを知ってたら早く寝るだろうしとか例えば前日にこれ食べた時は良かったっていうのが続いたらそれはいいかもしれないって取り入れるみたいなだそういう良い時と悪い時の状況っていうのを自分の中で理解して良いのをどんどん盛り込んでいくっていうのはトップ選手よくやるルーティーンとかルーティーンの作り方とかでもありますねだ今見てる最近の世界選手権で水泳の選手で一応日本でなんだっけなどう リレーの選手でもあったので、でバタフライでもあの準決勝まで行ってたんで、世界12位ぐらいって言ってましたけどで、その選手も、例えば前日はこういう風にやるとか、当日は朝起きたらこうするとか、午前の部が終わって午後まで4時間あるんで、こういう風に調整するっていうような準備方法っていうのは結構綿密に考えたりしたんで、なんかそういうのがあるとあのいいと思いますよ。 もちろんテニスって試合が長いんで、まだそこまでちょっとブレてもいいかもしれないけど、水泳って一発勝負なんで、本当にもう50メートル泳いで終わっちゃうんで、だそこの多分集中力の持ってき方が、テニスはいい意味でちょっと緩くていいと思うんですけど、まあ一回失敗してもまだ全然盛り返せるっていうのがあるんで、だけどそういうのはやってみるといいと思いますよ。で、あとは、 モチベーションンンののアップダウンをなくすためのマインドこれは女子部でもあったんですけど高田畑選手これ例えばあのモチベーションなくなるっていうのはどんなケースがありますかねなんか聞いてると女子のあの選手で聞いたのがやっぱ試合が全然ないんでなかなかあの目標の立て方が難しいんだなっていうのを聞いてて学生の時っていうのは試合が結構入ってきたから その目標っていうのは立てやすかったんだけど、試合が全然ないっていうことで目標がなかなか立てにくいっていうのを聞いたんですけど、どういう時に落ちるとかありますだ、聞いてる感じだと、例えば試合が遠い時の練習のやる気とかが上がればいいなっていう感じですよね。珍しいタイプですね。うんと、でもやっぱり目標設定っていうのが、今は試合っていうのがメインじゃないですか。 で、その試合でどうにかしたいっていう。で、その試合の目標っていうのが遠すぎるっていうのがあったじゃないですか。だから例えば、まあこれは言うのは簡単でも言わないとやっぱいけないんでお伝えしていくと、やっぱりもっと、例えば今週っていうのはこういう目標のもとこの練習をするっていうのをどっかに例えば書くじゃないですか。だか例えば目標1がありますと。で、じゃあ目標2があります。目標3がありますっていうふうに仮にどっかに書いたとしましょう。 でそうすると1ヶ月後にもあこういう目標を立てて自分ってこういうことをやったんだなっていうその自分の行動っていうのがもうちょっと意図的になるんでだから例えば今日の練習では例えばフォアをこうしようとか今日はじゃあ例えばこのコーンを当てようとかそういう自分の努力でその達成できる目標っていうのを小さいのをいっぱい立てることで まあ、そ,のそういうのを達成すると自分の努力で。かつ自信とかっていうのもついてくるんで、そうすると試合のパフォーマンスも上がりやすいし、そのやっぱり目標が10月とか11月の試合のことを考えて今頑張るってなかなか難しいケースってあると思うんです。特に4月5月だった時っていうのはまだ今近づいてきてからいいけどっていう。だからそういうやっぱり小さな練習で達成できる目標っていうのを意図的に立ててやるっていうのは大事だと思いますよ。なのでそれをやってみてください。 うん、よしじゃああと最後は高い集中力を一族させるための、まあ、メンタルトレーニングということでとこれはあの女子とかでもあったんで例えば誰か呼吸法とかってあの練習したことある方っていますこれは一応とや矢島選手の質問なんですけどどうですか呼吸法の練習とかしたことあります なんか、まあ、そんななんか別に難しいわけではなくて、腹式呼吸とか、なんかその、まあ、ゆっくり吸って、ゆっくり吐くみたいな感じなんですけどで、やっぱりその、呼吸法とかっていうのを取り入れる選手がいたりとか、うんと、例えば他にあるのが、と、もしかすると、睡眠っていうのはすごく大事なんで、同じ時間に寝て、同じ時間に起きるっていう、そういう生活習慣を整えていくっていうのも大事だし、あと、 うんと、瞑想って皆さんしたことありますか不思議だと思うんですけど。したことある人いますかと、まあ、そんなに別に瞑想って難しいわけじゃないんですけど、いろんな種類があるんですけど、単純に目をつむって、こんなこと多分やったことないと思うんで、やってみてください。あの、別にこの後でも、今日帰ってからでもいいんですけど、目をつむって、座って、その、どうなるかやってみてください。5分ぐらい。 いろんなことを考えると思いますよ。ちょっと人生が止まってる感じがすると思います。でもそういう風うにわざとちょっと時間を止めてあげるような練習っていうのは結構大事だったりしますよ。うん。で自分がどういうことを考えているのかなっていうのを考えてみるとか、例えばどういうどういうような天人選手になりたいのかなっていうのを考えてみるとか、そういうこう基本的になんか SNS を見てっていう結構スピード感が早い感じで人生って進んでいくんで。 わざと落としてみるっていうのはあとはこれはどういう時に一応こういう質問があるっていうことでどういうようなことがどういうふうになったらいいなとかっていう希望みたいなのありますうん例えば勝ちたくなるってここれすごい良いことだと思うんですだってじゃなきゃ勝てないじゃないですか。で 勝ちたくなるっていうのが大きくなるときのデメリットっていうのは、例えば勝ちたい勝ちたいっていうのが膨らんできても、じゃあ実際どういうふうにポイントを取ったらいいのかとか、そういう、その生産的な思考にあんまりいかないじゃないですか。なので、例えば、勝ちたい勝ちたいっていうのが膨らんできて、なんかその、負けたらどうしようっていうのも多分出てくると思うんです。勝ちたいが膨らんでくるときって。で、そういうときって多分、ちょっと、あの、不安が高まってくると思うんです。 まあ、自信が落ちてくるでもどっちでもいいんです。あの、それって、あの、関係性があるんで。だから例えば、どういうふうに自分が一番いいパフォーマンスができるかなっていう、自分がポイントを取るための一番いい戦略を考えるっていうのはいいアイデアですよ。なんでかっていうと、勝ちたくなるっていうのを忘れようっていうふうにしても、人って忘れにくいからです。これはさっきもちょっと関係してますけど、なので、何かこれやったら勝てるかなっていうのをあの考えて、 あの例えば戦略を作ってみるとかもしかしたらちょっとうまくいかない時にその呼吸法かなんかでちょっと意図的にそのスピードを落としてみるとか例えば靴ひもを結ぶとかタオルで顔を拭くとかそういうちょっとうまくいかないなって思った時に自分の中でこれは練習からやってもらいたいんですけど多分試合でムラがあるってことは多分練習でもちょっとはムラがあるって思ってて大丈夫ですか なのでちょっと今日練習で調子が悪いなって思った時にあそういえばそういうメンタルトレーニングの時に何か取り入れるって言ってたなっていうのを何かふと思い出してもらいたいんですよね。でその時にじゃあちょっと一回深呼吸してみようかもしれないしちょっとタオル取ってみようかもしれないしそういう自分の中で何か悪いなと思った時に断ち切れるような行動っていうのを見つけてもらいたいんですよね。 で、それが練習で見つけたら試合でもできると思いますよ。なので、もしかするとそういうのをまだやったことがない可能性っていうのがあるんで、それは取り組んでもらいたいです。うん。 他に一応とりあえずちょっとなんか20分25分とかってちょっとあの質問しながらだったんでの長くなっちゃいましたけどあの全然なんかもっと質問を膨らましてほしいとか新しい質問が出てきたって言ったらあのここであの喜んで返していきたいなと思いますけど誰かあの質問ありますかどんな質問でも大丈夫です。あ、どうぞ。 <laughs> これ一個ちょっと興味があるのがちょっとそのコーピングのスキルっていうところにちょっと入っていきたいなと思うんですけど練習でこれ別に選手一人じゃなくて皆さんに聞きたいなと思うんですけど練習でじゃあ今日フィーリングが悪いなっていう日があったとしましょう仮に。なんかそれを少なくとも止めるとか。 なんかその良くはならなくても悪くはならないっていうなんか止めるような行動ってなかったですかこんなことは取り組んだことあるとか多分30秒ぐらいちょっと今考えてみてなんか思い当たることってあると思うんですでもこういうことって聞かれないんであんま考えないと思うんですけど 本当は一人一人だとずっと結構考えたりしてもらうっていう時間がメンタルトレーニングが多いんででもどうですかちょっと30秒考えてみてください。感覚悪いとか調子悪いっていう時に以前こんなことやったらちょっと止まったなとかあの実は良くなったなとかちょっと考えてみてください。どうですかなんか一つでも二つでもなんかこんなことやったなとかありますなかったらないでいいです正直に。なんかありますかあ、それはすごい いいですね。他はどうですか,かなんで今のところがいいのかっていうと、例えばフィーリングが悪いなっていうふうに感覚になった時に、多分自信ってちょっと落ちるんですよ。で、不安って上がっていくんですよ。で、だけど、フィーリングが悪いなって思いながらプレイしてると、多分もっと悪くなると思うんです。で、そのボールを見るとかっていうことを考えることによって、ちょっとフィーリングのことを考えにくいっていうのが分かりますよね。なので、何かしら考えることで、その、 あんまり考えても自分の中で生産的じゃないことっていうのをやっぱ忘れることができるっていうのでそのボールを例えば見るとかそのいい意味でちょっとバーをちょっと落としてあげるというかでそこで自分の中で納得する内容を見つけてその自信を高めるっていうこの田村選手でしたっけのあの考え方っていうのはあの あの,理にかなってるあのそのあこういうコーピングで以前乗り越えた可能性があるんだなっていうのを感じるのでそれはあの他の選手にも是非やってもらいたいです。まあ、これでもあの言うのは簡単なので練習でやってみてください。絶対練習でも同じことって起きるんでいい意味でそういう風になるのをちょっと待つみたいな。であ感覚が今日悪いぞっていう時にどういうことやったらあの変わるかなっていうのをちょっとこう実験みたいな感じで。 やってみるとまた練習がちょっと面白くなると思いますよ他なんかありますか,かやっぱりこれは面白いのが仮にじゃあ仮にですけどその試合を負けたとしましょうか仮にってなるともしかすると逆のことを言う可能性があるんですやっぱり人ってどういう時に自信がつくかっていうと試合でいい結果が出た時っていうのは自信つきやすいんです ちょっと調子悪かったけれども、勝った時っていうのは、ちょっと調子良かったのかなとか、なんかそういう錯覚が起きることとかあるんです。でも逆に、ちょっと実はいいプレーしたけど、ちょっと負けちゃった時っていうのは、ちょっと今日不調だったな、みたいな、そういう傾向もあるんで、でもやっぱりその、勝ったっていうのが、いい意味で、あの、自信になったっていうのはあると思いますよ。ちょっと感覚が悪いけれども、自分ってここまで、あの、戦えるんだ、みたいな。 うん、なのでそういう可能性はありますよね。ああでもその自分のフィーリングが悪いっていう意味でいい意味で自分っていうのを集中するところから外してどうやったらポイントが取れるかなっていう風にその相手目線で戦略を作っってていくってことですよね。ああ、だからそれによってなんかフィーリングが悪いなって思う感覚っていうのを考える数っていうのは減らすことは間違いなくできると思いますよ。 うん、これ興味があるのがフィーリングが悪いっていうのはもうちょっと膨らますとどういういことなんですかあこれはちょっとまだわからないんですけどもしかしたらこうかもしれないっていうケースとしてお伝えするとそのこのスイングでいつもだったらコントロールできるのにっていうスイングがあるじゃないですか。でこれってて僕も含めてですけど テニスの初心者って最初って打ち方って考えないと自分が何やってるか分かんないんで打ち方を考えて練習していくじゃないですかでもこれ皆さんめちゃくちゃテニス上手いんで今正直何も考えなくても打てますよねだけどふと今日はなんかフィーリングが悪いなっていう日になんかいつもだったらこのスイングでコントロールできてんのに 今日なんでスイングダメなんだろうっていうふうにもしかするとスイングのことを考えてるケースっていうのがあるわけですよ。でこれを考えると何が起こるのかっていうといつもだったら何にも考えなくてできることが考えることによってできなくなるっていう現象が起こるんですよ。ちょっと皮肉なんですけど。だからもしかするとちょっとフィーリングが悪いなっていう時になんでだろうっていうふうに フォームをいつもよりも考えてる可能性がある。本当は考えない方が上手にいくけど。でもなので、考えるなっていうと、すごい無責任だと思うんです。そんな簡単にフィーリング考えなくていいんだったら、もう考えてないって言われちゃうと思うんで。なので、一つ、もしかしたら、あの、フィーリングが悪い時に、もしかしたら、あの、効果があるかもしれないっていうのが、ここに落としたいなとか、 こういう軌道でボールを打ちたいなとかっていうその外的なところっていうのを考えて打ってみることでどういうふうに打ってるっていうラケットを考えの動かし方とか体の動かし方を考える可能性っていうのが減るんでもしフィーリングが悪いなって練習になった時に意図的にどこに落とすとかどこの弾道を通してボールを入れるとかっていう その打球のこととかちょっと考えてみるともしかしたら変わる可能性があるんでちょっと一回トライしてみてほしいですそれによってなん,かなんでこのスイングでっていうちょっとスイングのことを考えること減ると思いますそれは多分いいことだと思うんで、うん、他ありますかモチベーションが上がらないっていう時にたまにこういう話してるんですけどあのテニスができるっていうのは すごい幸せですよ。10億人かな？15億人かな？あ、冷たい水とか綺麗な水が飲めない人っているんですよ。いい悩みですよ。なんかボール入んないんだけど、あのすごい。あの先進国だからこそ起こる。あの幸せっていうかそんな悩みですよね。なんか携帯のネット遅いやんけみたいな。なんでちょっとそういうのを考えると、あの気持ちは楽になるかもしれないです。<laughs>